MVS の2番です。はい、ということで今日は推しのみさきちゃんをイメージしてうちらでキャラクター作ってみないみたいな感じで、最近まあ現場が良かったじゃないですか。結構オタクちゃんを観察してきましたよね。で、マジでその推しによってそれぞれ違うの、だからなんでさ、やっぱ JO1 の平翔成くん、じゃあ JO1 の佐藤圭吾くん、現場におりそうなオタクちゃんをうちらがちょっとカスタムしていきます。で、今回きらめきパラダイスっていうそのゲームアプリの先行プレイをさせてもらうことになりまして、最近のゲームってすごくってメイクまで変われるの、昔服だけやって、今はメイクまで変われるらしくてガチ可愛いので、ちょっと皆様に見てもらいたいなって思います。お願いします、ね、こういうのな超ハマっちゃうタイプ。うん、ふな初めてやったからさ、マジ、まあ、ガチャを回しに行きます。ガチャを回しに来た。結構ふなさ、なんか楽しくなっちゃってさ、決めてもらっちゃってシルエットが出まし て何が出るかなみたいな、こういうのさ、JO1 のさ、トレカ引くやつとかあったー、消したれトレカ、それの気分。おー、かわいい。うわ、なんか揃った。揃ったんや、ふなさっきめっちゃ押したから出してるからさ、え、かわいい。これセットで多分揃ったらこんな美女になりますよ、こういうのができますよって、めっちゃかわいいやん。この子 SSR の男ってやばいっちゃう、なんか知らんけど、それやばいだからキュッキュやもん、かっこいい。ほら、ピアノでもいける。違うけどギター系ゲンが与えるゲン。え、好みの男も選べるってこと？え、やべえんやけど、なんかルックンって感じだね。あ、でもわかる、白いわ。え、リサからまずカスタムしてもいい？みたい、やっぱ初心者やから。あ、そうね、この道のプロやから。ちょっと初世のオタクちゃんをイメージしたってことやな。まずはどこから決めていくもんなの？コミごとから決めていきたいんだよ。わかる。初世のオタクってどういうイメージ？推しに似るんかさ、ふわってした感じの子多なかった？わかる。若い感じ、お姉さんっていうよりかは、そうそうそう、前髪ありの、あ、いいや。え、おったおった。ちょっとここまでのピンクはおらんかったけど、あ、いいんちゃう。でもリサちょっと髪型はこれにします。それかわいいやん。ワンピースか、すごい、出会い集めたな。うわー、これはライブにはおらへん。でもさ、でもさ、ウェディングドレスみたいな着る方置いてるよ。せな。やったら、でも小生のってくでもな、淡い色が多かったからな。ちょっと薄からいく。あ、でもな、こんななあのカジュアルじゃない。違うな。あ、それかわいらしいな。あ、あ、それかわいい。絶対これ。普段はそれ狙ってたんやけど。このリボンのな、甘すぎひん感じもあんね。このちょっと皮っぽい。え、質感すげえ。え、これにする。え、かわいい。めっちゃかわいい。え、何そのかわいい。スリーとか待て。かわいい。それもまたいける。スリーだじゃん。デコレーションで。じゃあおかしいやろ。ライブに何事がしてんの。バックアクセとかある。え、ちょっと待って。ちょっと待って。オーラですかこれは。え、メイクも変えれんやろ。え、ちょっと強いね、今のこの子は。強いね、もうちょっと。あ、甘めでいかなあかんから。あ、でも、あ、いいけどな、ちょっと披露すぎる。はい。これというやつがありまして、いやと思った。これですよね。じゃマジでぽいからねんな。前髪なし系多ない。そう、髪の毛はこれにして、めっぱにこどこかの見覚えのあるこれ、シミラルクにする。でも圭吾くんのイメージからキャメルですから、やっぱオタクもベージュ系が多かったじゃないですか。で、ちょっとお姉さん系やからパンツで攻めて、すまん、めっちゃシンプルやけど、シンプルやけどよ、これがいいかな。普段はかわいい、これでいこうかな。続きましてメイクですね。ちょっと待って、でもなんか普段のイメージ、圭吾のオタクちゃんはきつい感じのメイクの子もおんねん。わかる、おんねんけど、でもこの感じの服装やったらもうお姉さんを追求したいっていうところは。あー、ゴリゴリ系じゃなくて、そうそう、なんかペンライトだけ持って参戦しましたぐらいのお姉さんでいきたいので。これさ、アイシャドウとか持ってるんですか、ふなちゃんは。わー、すごいオレンジじゃないですか。ちょっとオレンジ系でいく。あー、せーな、なんかリップの色変えたもんね、アイソン。あー、どうすか。え、それかわいい。チークもオレンジ系がいいですね、こうなったら。これか、これやな。幅狭めっぽいけどな。そやな、お姉ちゃんやもんな、うん、はい、って感じで、ふなたんのアバちゃん、かわいい。かわいい。いいじゃん、シミラルクやろ。シミラルクにしてみた、勝手に。で、リサはこんな感じに仕上がりました。わー、かわいい。完食女子、はい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 、いや、無償性のオタクって、うん、ちょっとここで締めます、カバン。
クで自我をやっぱ出していきたい。いいやいいや。だからまああってこれさ表情も変えれるからな。うわかわいい。遊びもできますので。え、どうポイントどう。セーターのポイントはですね、敬語のお宅ってやっぱこうちょっとお姉さんみたいな雰囲気なみたいな感じで、やっぱ自分がそういう風にはなられへんみたいなことで、ふなメイクがちょっとこだわりがありまして、抜け感あるけどがっつりメイクしますみたいな。ふなはさ、まあ、こういう感じは自分のイメージがだから、なんかこういう風なお宅ちゃんめっちゃ憧れるんやん。だからなんかその自分がなりたい顔面、理想の顔とかファッション、ここになんか全部詰め込むことができる。でさ、そうやってさ、服とかさ、もできるやん、うん、でも、インテリアとかもできるらしい、これマジで。とか、ブランド作るみたいなのもあった、さっき見とった。へぇー、なんか生地からデザインとかできるらしくって。へぇー、じゃあさ、ジャムのたまり場みたいな、お宅のたまり場みたいな、ラグが欲しい。絶対に何がなんでも可愛い、こういうラグが欲しいんですけど。すごい、こうなる。え、待って、そりゃそうなんですか。そっち系がいいん。え、ちょっと集まりにくい、もしかして。マジかね、ちょっと集まりにくい。え、トイレとかやらない。かわいい。なんかリアルような、現実的じゃない。そう。え、すげえ、マジ何でもありすぎるから、ちょっと待って。バランスボールもあるし、バランスボールは絶対置きたい派。おたかつに絶対必要なもの見つけた。チェキ。絶対必要じゃない。プロジェクターあるやん。プロジェクターにしよう。プロジェクターじゃない。ここにしよう。でもやっぱさ、寝室の暗くしてみるんじゃない？寝室っていう概念をさ、壊す？でもやっぱさ、寝室の暗くしてみるんじゃない？そこやったらベッドから何も見えへんよ。ベッドの位置を変えたらいいんか。ライトは？ライト変えれるんですか？これって。だってシャンデリアとかあったで。シャンデリアがいい。あ、すごいじゃん。どうやろう？きらめく明かりの下でカーニバルが続くっていうタイトルですね。でも、スタールソファーさ、欲しいよ。これは？これ良くない？それいいよ、それいいよ、それいいよ。これがいい。やっぱさ、嗅覚が起こるさ。かわいい。いいやいいや、これがいい。じゃあうちらのお宅部屋が完成いたしましたので、ご案内します。利用させれますかね。あ、ちょっと見ないで、見ないで、みんな見ないで。なんか星ついてまう、僕の嫌やわ。と、あの外もできるんですよ。本当はね。ちょっと、今はもういろいろ諦めまして、内装だけで入ります。真っ白な女の子の着替え部屋ですね。着替え部屋です。なんか光ってます。いろいろ光らせてます。こだわりの部屋が、この服がオタクと一緒に懇親会でもしようかな。あ、いいじゃないですか。いいじゃないですか。このアイラブって感じで撮れますよ、という方ですね。あらららららら、ケーキちょっと一人分しかありませんけど、こんな感じで目の前にはちょっと抱いて、ちょっと抱いて、抱きなよ、あんた人みたいにがめついじゃん。こんな感じで、あのプロジェクションマッピングじゃなくて、これ何？プロジェクター？プロジェクターがありますので、その上にね、いいじゃないですか。やろ？で、これちゃんとあの JO1 の CD とか聴けるように、レコードのいつの時代のアイドルなんですかね。CD もね、いいじゃないですか。できるように置いてます。ケーキは来客者の分はありませんよっていう私だけですよ。飲み物も出しませんよっていう。ケーキだけ食いつきますよっていう、あのお茶目要素も入れましたとか見たんですが、ここで友達を呼んで通所とか取れるらしいので、訪問っていうのができますので、できますもん。おたとも集まってるりもできます。お写真を撮れますね、こちらで。まあだから、ま、思うがままに過ごせるセカンドライフってことですか。そうだね。そこがキーワードです。皆さん、だってこれとプロライブの時にこうはいかないよねみたいな、絶対私はこの子なんじゃないかって今思ってるところなんですよね。はい、ちょっと違いたい。これがさ、普段着に寄せたい。でもなんか、もうすっごいの、なんかもうドレスがすごい、ね、ワンピース系がマジですごくて、それも絶対的に見せたいっていうところがあるから、自分の理想を詰め込んだアイドルを作ったので、それもお見せしたい。出します。普段は、なんか今にも軽度な女の子が必要なコンセプトを知った。せーの、こんな感じ。やばい。でも眉毛とかも結構細くて、優しい顔やねんやろうけど、きついメイクしてますみたいな。じゃあ私行きます。はい、アイドルが好きやな、高そうな感じを。こちらですね。可愛くないですか。チンソで売っていきたいんやろうなみたいな。ブラック&ホワイト、ブラック&ホワイト、チーム名ブラック&ホワイトにしよう。かわいい。これで言うのもできます。で、今このゲームが先行プレイやねんで、だから事前登録とかもいろいろもらえますので、皆さんもやってみてください。 Twitter でいろいろ情報も発信してるし、あー、かわいい。
イメージみたいな見れる。超可愛いな。そういうの。っていうのもありますので、ぜひフォローしてみてください。はい、で、なんかその SNS キャンペーンも今やってるらしくて、キラパラ BA ビューティーアドバイザープロジェクトというものがやってます。Twitter と Instagram で。はいはいはい、はい。だから自分が作った子をこちら私の声を見てっていうことを投稿するのがちょっともう私恥ずかしいみたいな子やったらうちらに勝手に送りつけてくれたら、え、超かわいい。みんなでアイドル作る、目指せ100日にする。あ、え、目指せ100日にしようよ。オーディションする11に選ばせ、うちら1位だって。はい、その子だって9人しかやられてる。ランク変形すぎやん。え、ありだな。ちょっと行けるのよ。ぜひ送ってください。はい、っていう感じでね。この辺でバイ。チャンネル登録、高評価も何点差お願いします。それでは最後、一発目、せーの、レアメキパラダイス。